こんにちは、間内弘美と申します。今日はおもてなしの話をしたいと思います。でなんでおもてなしの話をするかというと、実はあのこの度私レクサスオーナーに愛されるホテルで学んだ究極のおもてなしという本を角川さんから、くどいですけど、<laughs> 出版をいたしました。まずあの自己紹介といいますか、私はですね、あのまあこの本にも書いてあるんですが、若干というか14歳でホテルマンデビューして 自称日本最年少ホテルマンデビューで十四歳で中学二年生の時にホテルで初めて働きました以来三十五年六年かなりの日数をですねおもてなしのプロとしてずっとあのいろんな業種ありますホテルや結婚式いろんなところでおもてなしをしてきましたでなぜこの本が出版されたかというとこのおもてなしの本におもてなしの話に関わるんですけども実はトヨタグループが運営する唯一のホテルが ありまして、それがあの実はテラス蓼科リゾートスパというホテルです。おそらく皆さん知らないとは思うんですが、長野県千野市の蓼科高原あの八ヶ岳の麓とて言ったらわかるかな？諏訪湖からちょっと近いっていう方がいいでしょうか？そこにですね。あの2005年にホテルが建ちました。それホテルはどういうホテルかって言うと、あの私が言ってるわけじゃないんですけど、あの地元の方にはよくトヨタのホテルって呼ばれてます。 あの私があのテラス立科で働いてますとああトヨタのホテルねと皆さん言います、まあ、厳密に言うとトヨタグループが運営するまあ世界で唯一日本で唯一のホテルになりますそこはですね、まあ、あの当初2005年開業した時はゲストはですねトヨタ自動車含めまあ60社トヨタグループ主要各社含めですからデンソーとか愛新世紀さんそれから日野自動車ダイハツもうそうそうたるトヨタの 会社の保養施設従業員の方が使いますよというホテルでしたで、まあ、来るお客様はというと従業員の方もいれば当然、まあ、名前出すのはあれですけどトヨタの役員の方も含めトヨタの各社の社長皆さん来られていますそれから全国で270ぐらいあるんですかねトヨタの販売店トヨタの車を売る会社の社長の皆さんも来られていますですので、まあ、ちょっと話はずれるかもしれませんけども実は私そこに15年間。 16年そらく私はですねそらく日本で一番トヨタマンあらゆるトヨタマンがどういう考え方をしているかとかどういう生活をしているかって見た僕唯一の人間じゃないかなと思いますでそのトヨタマンの皆さんをおもてなししていたのが私で2005年の開業からずっといましてで、まあ、いわゆるトヨタのホテルと言われたホテルはですねどういうふうにできてどういうように15年間あったかっていうのはもうこの本を <laughs> 読んで いいいただければいいんでですすが今日はおもてなしの話です東京オリンピックがあの東京に決まった時に「おもてなし」なんて言われましたけどもおもてなしというのはまず何であるか何であると思いますかななかなか難しいですよねああのまあ、普通にコーヒー出して「はいどうぞ」っていうのもおもてなしだしホテルでいらっしゃいませっていうのもおもてなし。おもてなしというのはですね実,実はというか私が考えるおもてなしはお客様顧客のリクエストをリクエストを 100汲み取りそれに応える行為だと思っていますこの本はと言っちゃいけないですけどおもててなななしってどんん業種にも全部通用すするキーワーワドなんですね例えば昨日実はこの本の出版パーティーを一、ね、ヶ屋で、まあ、経済評論家の常年司さんと一緒に対談をやったんですけどもあの弁護士を弁護士やってる方がですね「まるさんおもてなしってお客さんにどう対応していいんですか?」とか結構いろんな質問がありましたネイルサロンの社長から要するにねどの業種にも通用するものなんですね。 なのでまたまた話がずれるかもしれませんけど私今何をやってるかっていうとトヨタのホテルとかテラス立科を退職しまして、えー、まあおもてなし系のまあソリューションの会社をやってるんですけども意外にですね企業の話があります企業の支援をやったりなんで,でかっていうと会社作ることって何かに価値を渡すことなのでおもてなしなんですよね。なななののでそういうういいスストトーーリリーんかもも作っててます要はおもてなしというのはおおしと客様のリクエストを 100% 100%み取っててそれに100答えてあげることなんですけどもではおもてなしで一番何が大事か僕が30何年間もうずっといろんなお客さんを14の頃からこの年になるまであのテラス立科っていうトヨタのホテルを辞めた後もですね当然いろんなところのアドバイザーをやったりワインリストを書いたりいろんなことしておもてなしをしてるんですけども何が大事かっていうとですねいろんな商品あるんですけどおもてなしにだけのみ まあ存在すするというか要素がありますそれは何かというと返品品が効かないい商でであるととうことですそれは例えばお茶ありますよねペットボトルのお茶あれをコンビニで買います買いました半分しか入ってないえ半分しか入ってないよってコンビニに行ってすいませんこれお茶半分しか入ってないですよって言われたらだけどおもてなしって例えばお客さんが来ました来た時にちょっと風貌の悪いお客さんが来て苦手だなと思った時に「いらっしゃいませ、ね」 って言ううとしましまょう例えば「ありがとうございます」もそうです「面倒くさいお客さんだなと思ってありがとうございました」ってお客さんに「これありがとうございます」来たいらっしゃいますの商品なんですねこれをお客様にひとたび言ってしまうと「ありがとうございます」の商品なのでこれね返品が絶対効かないんですよ。お茶やいろんな製品って例えば今映してるカメラこれに故障があった場合って直して返品効果効きますよね。おもてなしってね絶対返品効果効かないんです。 その場その場が勝負でひとたびお客さんに不機嫌というかそういう形でいらっしゃいますならありがとうございますと言ってしまえばもう二度と戻ってこないその時は戻ってこないそれぐらいおもてなしっていうのはシビアなシビアな商品であるということですなのでなのでいいですかおもてなしを得られている皆さんこれはサービス業ホテルマンや飲食業にだけじゃなくて いろんな方さっき言った弁護士の方もそうだしいろんな方も含めておもててなしをしをるんですよねまあ弁護士っていうのは法律で解決することが商品なんですけども当然弁護士事務所に来れば弁護士の方挨拶しなきゃいけないこの「いらっしゃいませ」とか「こんにちは」も商品なんですよ。これをですねひとたびひとたび不機嫌な不機嫌というかあの不機嫌な形で「こんにちは」みたいな感じでやってしまうとこれって二度とこんにちは返してくれって言って正しい「こんにちは」に返せないんですよ。 なのでおもてなしの第一原則としてまず皆さんに分かっていただきたいのはおもてなしというのは返品品交換が絶対に効かない商品だもうこれぐらいシビアな商品を僕らが扱ってるってことを原則として覚えていただくことがまあおもててなしの全て全てというかなに通すする要素であります今回はおもてなしの一番大事な原則おもてなしは返品・交換が効かない唯一の商品であるということを覚えておいてください。 ででではは皆さん、あのいいいい、ね、ね、チャンネル登録よろしししくお願いしますす以上、馬美でしたはい、こちたこらがです、ね、私が書きましたレクサスに愛されるホテルで学んだ究極のおもてなし今、ずっとあのおもてなしのメソッドを言ったんですけれどもトヨタグループが作った世界で唯一日本で唯一のホテルの話も書いてありますのでこれは今回ちょっとあまり話せませんでしたがそんなトヨタホテルネタがいっぱい詰まってますのでぜひお買い求めください。